まず強くお伝えしたいのは、いやこれはもうビッツじゃないんじゃないかなっていうぐらい変わってますね。あのなんか言い換えればちょっと欧州車的なすごいしっかりとした乗り味が出てきて、いや楽しいですよこれは。軽快感がよりなんか研ぎ澄まされた印象を受けますね。かといって過敏な印象がないっていうのが、これは見事ですね。こんだけ軽快で過敏にならない、要は運転のしやすさがあるっていう、一言で言うとあのしっとり感も出てきてんですよ。振動の収束もこれいいですし、ダンパーもすごいんですね。足回りビッツは確か10ミリの、ローダウン、まあ、車高を下げてる、まあ、足が入ってますけども、そのダンパーがものすごいちゃんと機能してますね。でボディをしっかりさせて路面からの入力、操作に対するハンドル操作とかの入力をしっかりとダンパーとかメインの足回りがしっかりと吸収したりいなしたり、タイヤに荷重かけたりっていうのをしっかり仕事をして、で最終的にタイヤとの相性も非常に良くて、いやこれは非常にいい仕事。このビッツの場合には最終的にはロールたくさんするんですけれども、するからこそ4つのタイヤしっかり使えるんですけれども、だから安定するんですね。ですけどそのロールのさせ方がじとーってロールするんですよ。こういう粘るようにロールをするって本当いい車の象徴なんですけども、これ旋回中でもまだこれ曲がりますからね。こういうハンドル操作に対してこういうステアリングの奥深さもあるっていうのは、例えば一般道を走ってて曲がってる最中に石が落ちてきたとか、対向車がちょっとオーバーランしてはみ出してきちゃったとかっていう時の緊急回避性能も高まってますし、うん、安全性も高まってるし、いやこれはうん本当いいですね。あと今この3つのジーズにはですね、オプションの、スポーツブレーキパッドが入ってるんですね。で今まあ直線ちょっとブレーキギューッと踏んでみますけど、しっかりと減速しつつ最後じわーってブレーキを戻した時にこの減速感のコントロール性がめちゃくちゃいいですね。うん、これは一般道とかも走る上で速度コントロールがめちゃくちゃしやすくなるので選んだ方がいい一つのパーツですよね。であとこのビッツにはですね、あの空力もやってます。で空力はフロントであったりサイドであったりに、あのボディの下部にフィンがついてるんですけど、これはどちらかというと横風とか、例えば風向きが変わった時、高速道路とか走っていて横の、 あの防音壁がなくなった瞬間に横風をワッと受けた時に車がフラッとする。でこういうコンパクトカーにとっては横風を受けると結構グラグラしますけど、そういう横風に対しての、対処パーツだと思ってください。なので直進安定性であったり、まあ、そういう長距離走っててのハンドル修正とかも少なくなったりっていう、まあ、運転の疲労度を減らすであったり安心感を高めるっていうパーツですね。一つ大きなボディサイズからこういうコンパクトカーに乗り換えるっていう、そういうダウンサイジングとかも、まあ、車自身のダウンサイジングですね、まあ、そういうのを選択する方も増えてきてますけれども、で実際そういう方とかにいろいろ話を聞くと、やっぱりボディサイズが小さくなるとなんか走りのどっしり感とか安定感、さらには安心感、まあ、そういうのがちょっと少なくなるよねっていう声を結構聞きます。ですけどこのビッツのジーズであればそういう感じを抱かないと思いますね。この車本当スポーティーにダイレクト感もあり、ハンドルの素直さもあり、なおかつしなやかさがある。やっぱりしっかりとした足で作るとちゃんとこういう乗り味出るんですよね。うん、乗り心地も本当しっとりしてて快適ですし、うん、本当欧州車のお金がかかったコンパクトカーっていう、そういう印象も受けます。